それではただいまより政府東京電力統合対策室全体会議を開催いたします。なお本日の会議につきましてはテレビ放送をされることをご承知をいただきたいと思います。まずは当社側からプラントの状況をご報告させていただきます。福島第一原子力発電所の高橋所長、よろしくお願いします。はい、前所長吉田の後任の高橋です。ご報告に先立ちまして、今回の事故により地元の皆様をはじめ多くの方々に大変なご迷惑ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。ではプラント状況についてご報告いたします。3月11日の事故発生以降、原子炉燃料プールの冷却をはじめとした事故収束に向けた取り組みによりまして、原子炉圧力容器底部、それから格納容器の温度はおおむね100度以下で安定した状態となっております。原子炉の注水をコントロールすることによりまして、格納容器からの放射性物質の放出についても大幅に抑えられた状態となっております。またいわゆる循環注水冷却ですが、このシステムも多重のバックアップを備えて安定して運転しております。その他のステップ2に関わる工事につきましても本日までに全て完了いたしました。本日ステップ2完了を迎えることができたことにつきまして、これまでの政府の方々、協力企業の皆様のご指導ご協力に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今後は1号機から4号機の廃装置に向けまして、安全第一に着実に作業を進めてまいります。引き続き皆様のご指導ご協力をお願いいたします。福島第一からのご報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。ただいまのご報告を踏まえまして、政府原子力災害対策本部からのご報告とご挨拶を頂戴したいと思います。まずはじめに細野大臣からよろしくお願いいたします。はい、先ほど第22回の原子力災害対策本部が開催をされました。この本部の会議の中で東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋で定めたステップ2の完了が確認をされました。事故のあった原子力発電所の原子炉については安定状態を達成をしており、発電所の事故そのものは収束に至ったと判断をしたものでございます。この事故収束に至るまでに本当に第一原発で頑張られた皆さん、オフサイトセンター第二原発で本当に支えていただいた皆さん、さらにはオフサイトセンター現地対策本部でお支えをいただいた皆さん、多くの皆様のご支援があったことに、そして皆さんの頑張りがあったことに心より感謝を申し上げたいというふうに思います。また本店には東京電力関連会社の皆さん、さらには政府の関係者が今日は久々に集っておりますけれども、皆さんお一人お一人のご努力に対して心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今日は事故発災以降この現場を指揮をするですね、最大の功労者である海江前経済産業大臣にもお出ましをいただきました。先ほど野田総理から、そして菅前総理からも私に電話で対して、特に現場で頑張っていただいた、ここまで本当に命を懸けて努力をしていただいた作業員の皆さんに特に本当に感謝を申し上げたいという、そういう意が表明されたことをですね、皆さんにお伝えを申し上げたいというふうに思っております。これからも廃炉廃止措置に向けてはですね、まだまだ難しい作業が続くというふうに考えております。皆さんのご努力によりまして多重性多様性が確保され、どんなトラブルがあったとしてもですね、もう地域の住民の皆さん、国民の皆さんにご心配をおかけをすることなくですね、廃止に持っていけるところまで来ているというふうに考えておりますが、ぜひ皆さんとともに政府もですね、気を引き締めてこの廃止措置取り組んでまいりたいというふうに思いますので、ここでその意識合わせも合わせて行いたいというふうに考えております。明日私と園田大臣政務官とで
1F の皆さん、2F の皆さんのところに伺いまして、意見交換もさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ今後のですね、廃炉措置、廃止措置に向かう率直な皆さんのご意見も聞かせていただけますように、合わせてお願いを申し上げます。この原子力災害対策本部の会合の中で、これまで継続をしてまいりました政府東電統合対策室を廃止をいたしまして、廃炉作業を推進をする政府東電中長期対策会議を新設することが決定をいたしました。早速来週にはですね、中長期のロードマップのあり方についても皆さんとしっかりと協議をして、方向性を国民の皆さんにお示しをしたいと考えております。そういった意味ではステップ2は終了いたしましたけれども、これからも事業者の皆さん、東京電力の皆さんをはじめとした事業者の皆さんと、そして政府との共同作業が続くということになりますので、ぜひこれからもですね、皆さんと共に頑張っていくという、そういう思いで共に進んでいただけますように心よりお願いを申し上げます。最後に重ねて、3月の11日からご努力をいただいた全ての皆さんに心より感謝を申し上げまして、この統合対策室最後の会議におきましての私大臣として責任者としてのご挨拶とさせていただきたいというふうに思います。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。細野大臣ありがとうございました。続きまして、本日海江田元大臣にもおいでいただいておりますので、ご挨拶をお願いしたいと思います。ご紹介いただきました元経産大臣の海江田万里でございます。今日は細野原子力事故収束担当大臣のご配慮によりまして、この統合対策室全体会議、こういう統合対策室の全体会議は今日が最後になるわけでございますが、お招きをいただきまして、そして発言の機会を与えていただきまして感謝を申し上げます。そして何よりも私が申し上げたいのは、3月11日の事故発災以来本当に頑張ってこられた現場の皆様方、そしてそれを支えた多くの皆様方、東電の社員の皆様方はもちろんでございますが、協力企業の方々、あるいはメーカーの方々、こういう方々の本当に多くのですね、このご努力があったということ、そしてもちろん官の側では自衛隊の方々、警視庁警察庁の方々、消防庁の方々、各自治体の消防の方々、こういう方々の大変なこれはご苦労もございました。しかしそうした方々がとにかくこの事故を一日も早く一刻も早く収束をさせようという、この思いはそれぞれ着ておりましたユニフォームは別でございますけれども、やはり一日も早くこの事故を収束させて、そして実はまだ今なお避難を余儀なくされている方々もいらっしゃるわけでございますが、そういう方々にふるさとに帰っていただいて、あるいは一部もう お帰りになっている方もいらっしゃいますけれども、だけどそういう方々がやはり一日も早く安心をして生活をしていただく、あるいは多くの日本の国民の方々もご心配をされているわけでございますから、こういう方々の一日も早い安心のために頑張ろうということ、このことは私は本当に、私もこちらに3月の15日からお邪魔をしておりまして、最初の3ヶ月ぐらいはずっとほとんど毎日こちらにお邪魔をしておりましたけれども、私は本当に皆様方の一つに心を一つにしたこの思いというものはしっかりと受け止めております。本日でこのこうした総合統合対策室は解散をするということでありますが、やはり私どもがこの3月11日の事故の発災以来思ったやはりその気持ちというもの、これはやはりこれからも持ち続けていかなければいけないだろうと思います。私自身も経済産業大臣という立場を退きましたけれども、やはり本当にこの皆様方と心を一つにしてこの事故に立ち向かったという、このことは決して忘れぬことでありますし、忘れてはいけないことでありますし、これからも一国会議員として、あるいは一国民として、この事故の収束に向けてやれることは何でもやるつもりで
ております。本当に皆様方のご協力を力添え、そして献身的な努力に感謝申し上げますとともに、残念ながら今吉田所長が病の床に伏せっておりますが、吉田さんとも何度もこのテレビ電話を通じて、あるいは直接お目にかかることもありまして、本当にこの事故の収束に向けて頑張ってくれたわけでございますから、何よりもこの第2ステップが終わったということ喜んでおられるに違いはありません。吉田所長の一日も早いご回復、病気からのご回復を合わせて願う次第でございます。本当に皆様方ありがとうございました。そして本当にまだまだ解決しなきゃならない問題はありますから、一緒になってこの問題を解決していきましょう。私から以上でございます。ありがとうございました。はい、海江田元大臣誠にありがとうございました。続きまして、園田大臣政務官からもご挨拶をお願いいたしたいと思います。お疲れ様でございます。統合対策室本日で、終了と解散という形になったわけでございますけれども、まさしく多くの皆さん方のお力添え、力を結集をしていただいて、今日を迎えることができたというふうに私も思っております。心から心から感謝を申し上げたいと存じます。とりわけ福島第一原子力発電所の現場で働いていらっしゃった皆様方には、私もこのテレビ画面を通じましてではありましたけれども、何度も何度も心からご安全にという言葉を心を込めて申し上げてきたつもりでございます。そういった中で今海江田前大臣からもお話がありましたけれども、吉田前所長の現場を一番とする強い気持ち、そして作業員の安全をしっかりと守っていく、その強い使命感と責任感、私は大変心に打たれた次第でございます。そういった面では次の高橋所長がその思いを引き継いでいただいて、これからも長い長い工程にはなるかと存じますけれども、現場の作業員の安全を旨としてこれからも取り組んでいただけることを心から記念をするものでございます。何はともあれ今日を迎えられてましたことを心から皆様方に、全ての皆様方に私からも感謝と御礼を申し上げる次第でございます。そして今後の長い長い中長期の対策、これは皆様方とともに私たちもあるんだと、現場の皆さん方とともに気持ちも一緒になって取り組んでいく、そして必ずやこの事故からの立ち上がっていった復旧と復興をしたということを全世界に対してもお示しをできることを、日が一日も早く来ることを私も願ってやまない形でございます。どうぞこれからも共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ただいま政府の原子力災害対策本部からのご報告並びに細野大臣ほかご挨拶をいただいたわけですけれども、私ども勝又よりご挨拶をさせていただきます。会長の勝又でございます。東京電力を代表いたしまして、一言お詫びと御礼を申し上げたいと存じます。まずは、福島第一原子力発電所の事故によりまして、福島県の皆様方をはじめといたしまして、社会に広く大変なご心配ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。ただいま細野大臣、海江田元大臣、園田政務官からお話をいただきました通り、本日政府から福島第一原子力発電所の循環注水冷却システムの中期的安全が確保されていることにつきましてご確認いただき、ステップ2の目標を達成し事故を収束することができました。これはご支援ご指導を賜りました大臣政務官をはじめ政府関係者の皆様、福島県の皆様、内外の企業の皆様の皆様のご尽力、そして当社社員の絶え間ぬ奮闘のおかげと思います。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。この9ヶ月いずれの工事作業も
高線量下でかつ夏場の猛暑といった厳しい環境の中、防護服マスクをつけて大変な作業であったと思います。また前例のない作業を実施するにあたり、さまざまな分野の技術者が英知を結集することで数々の困難を乗り越えることができました。事故の収束安定状態の確保に向けて一丸となって努力していただいた全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。改めてよくやってくださったありがとうと御礼を申し上げます。本日をもちまして統合対策本部は解散となりますが、今後も一層気を引き締めて政府や関係各位のご指導とご協力を得て、燃料の取り出しや廃棄物の管理など中長期的課題にしっかりと対応してまいりたいと思います。皆さん引き続き安全第一でよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、今ご報告並びにご挨拶をいただいたわけですけれども、終了に先立ちまして、本日平成23年12月16日以降の当社における緊急時体制につきまして、簡潔にご説明をさせていただきたいと思います。福島第一原子力発電所の事故に伴いまして3月15日に発足いたしました、この政府東京電力統合対策室はこの会議をもちまして廃止をいたします。今後につきましては原子力事業者防災業務計画に基づいた東京電力の緊急時対策本部において継続運営をいたします。緊急時対策本部の情報を共有する会議は当分の間18時より開始ということで実施してまいります。引き続き気を緩めることなく緊張感を持って取り組んでいきたいと思います。以上をもちまして政府東京電力統合対策室全体会議を終了したいと思います。最後に大きな声でご安全にを唱和して終了したいと思います。ご安全に。ご安全に。ご安全に。それではただいまより政府東京電力統合対策室全体会議を開催いたします。なお本日の会議につきましてはテレビ放送をされることをご承知をいただきたいと思います。まずは当社側からプラントの状況をご報告させていただきます。福島第一原子力発電所の高橋所長、よろしくお願いします。はい、前所長吉田の後任の高橋です。ご報告に先立ちまして今回の事故により地元の皆様をはじめ多くの方々に大変なご迷惑ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。ではプラント状況についてご報告いたします。3月11日の事故発生以降原子炉燃料プールの冷却をはじめとした事故収束に向けた取り組みによりまして原子炉圧力容器底部それから格納容器の温度はおおむね100度以下で安定した状態となっております。原子炉の注水をコントロールすることによりまして格納容器からの放射性物質の放出についても大幅に抑えられた状態となっております。またいわゆる循環取水冷却ですがこのシステムも多重のバックアップを備えて安定して運転しております。その他のステップ2に関わる工事につきましても本日までに全て完了いたしました。本日ステップ2完了を迎えることができたことにつきましてこれまでの政府の方々協力企業の皆様のご指導ご協力に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今後は1号機から4号機の廃止措置に向けまして安全第一に着実に作業を進めてまいります。引き続き皆様のご指導ご協力をお願いいたします。福島第一からのご報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。ただいまのご報告を踏まえまして、政府原子力災害対策本部からのご報告とご挨拶を頂戴したいと思います。まずはじめに細野大臣からよろしくお願いいたします。はい、
先ほど第22回の原子力災害対策本部が開催をされました。この本部の会議の中で東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋で定めたステップ2の完了が確認をされました。事故のあった原子力発電所の原子炉については安定状態を達成をしており、発電所の事故そのものは収束に至ったと判断をしたものでございます。この事故収束に至るまでに本当に第一原発で頑張られた皆さん、オフサイトセンター第二原発で本当に支えていただいた皆さん、さらにはオフサイトセンター現地対策本部でお支えをいただいた皆さん、多くの皆様のご支援があったことに、そして皆さんの頑張りがあったことに心より感謝を申し上げたいというふうに思います。また本店には東京電力関連会社の皆さん、さらには政府の関係者が今日は久々に集っておりますけれども、皆さんお一人お一人のご努力に対して心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今日は事故発災以降この現場を指揮をするですね、最大の功労者である海江田前経済産業大臣にもお出ましをいただきました。先ほど野田総理から、そして菅前総理からも私に電話で対して、特に現場で頑張っていただいた、ここまで本当に命を懸けて努力をしていただいた作業員の皆さんに特に本当に感謝を申し上げたいという、そういう意が表明されたことをですね、皆さんにお伝えを申し上げたいというふうに思っております。これからも廃炉廃止措置に向けてはですね、まだまだ難しい作業が続くというふうに考えております。皆さんのご努力によりまして多重性多様性が確保され、どんなトラブルがあったとしてもですね、もう地域の住民の皆さん、国民の皆さんにご心配をおかけをすることなくですね、廃止に持っていけるところまで来ているというふうに考えておりますが、ぜひ皆さんとともに政府もですね、気を引き締めてこの廃止措置取り組んでまいりたいというふうに思いますので、ここでその意識合わせも合わせて行いたいというふうに考えております。明日私と園田大臣政務官とで1F の皆さん 2F の皆さんのところに伺いまして、意見交換もさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ今後のですね、廃炉措置廃止措置に向かう率直な皆さんのご意見も聞かせていただけますように合わせてお願いを申し上げます。この原子力災害対策本部の会合の中で、これまで継続をしてまいりました政府東電統合対策室を廃止をいたしまして、廃炉作業を推進をする政府東電中長期対策会議を新設することが決定をいたしました。早速来週にはですね、中長期のロードマップのあり方についても皆さんとしっかりと協議をして方向性を国民の皆さんにお示しをしたいと考えております。そういった意味ではステップ2は終了いたしましたけれども、これからも事業者の皆さん、東京電力の皆さんをはじめとした事業者の皆さんと、そして政府との共同作業が続くということになりますので、ぜひこれからもですね、皆さんと共に頑張っていくという、そういう思いで共に進んでいただけますように心よりお願いを申し上げます。最後に重ねて3月の11日からご努力をいただいた全ての皆さんに心より感謝を申し上げまして、この統合対策室最後の会議におきましての私大臣として責任者としてのご挨拶とさせていただきたいというふうに思います。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。細野大臣ありがとうございました。続きまして本日海江田元大臣にもおいでいただいておりますので、ご挨拶をお願いしたいと思います。ご紹介いただきました元経産大臣の海江田万里でございます。今日は細野原子力事故収束担当大臣のご配慮によりまして、この統合対策室全体会議、こういう統合対策室の全体会議は今日が最後になるわけでございますが、お招きをいただきまして、そして発言の機会を与えていただきまして感謝を申し上げます。そして何よりも私が
申し上げたいのは、3月11日の事故発災以来、本当に頑張ってこられた現場の皆様方、そしてそれを支えた多くの皆様方、東電の社員の皆様方はもちろんでございますが、協力企業の方々、あるいはメーカーの方々、こういう方々の本当に多くのですね、このご努力があったということ、そしてもちろん官の側では自衛隊の方々、警視庁警察庁の方々、消防庁の方々、各自治体の消防の方々、こういう方々の大変なこれはご苦労もございました。しかしそうした方々がとにかくこの事故を一日も早く一刻も早く収束をさせようという、この思いはそれぞれ着ておりましたユニフォームは別でございますけれども、やはり一日も早くこの事故を収束させて、そして実はまだ今なお避難を余儀なくされている方々もいらっしゃるわけでございますが、そういう方々にふるさとに帰っていただいて、あるいは一部もう お帰りになっている方もいらっしゃいますけれども、だけどそういう方々がやはり一日も早く安心をして生活をしていただく、あるいは多くの日本の国民の方々もご心配をされているわけでございますから、こういう方々の一日も早い安心のために頑張ろうということ、このことは私は本当に、私もこちらに3月の15日からお邪魔をしておりまして、まあ最初の3ヶ月ぐらいはずっとほとんど毎日こちらにお邪魔をしておりましたけれども、私は本当に皆様方の一つに心を一つにしたこの思いというものはしっかりと受け止めております。本日でこのこうした総合統合対策室は解散をするということでありますが、やはり私どもがこの3月11日の事故の発災以来思ったやはりその気持ちというもの、これはやはりこれからも持ち続けていかなければいけないだろうと思います。私自身も経済産業大臣という立場を退きましたけれども、やはり本当にこの皆様方と心を一つにしてこの事故に立ち向かったという、このことは決して忘れぬことでありますし、忘れてはいけないことでありますし、これからも一国会議員として、あるいは一国民としてこの事故の収束に向けてやれることは何でもやるつもりでおります。本当に皆様方のご協力を力添え、そして献身的な努力に感謝申し上げますとともに、まあ、残念ながら今吉田所長が病の床に伏せておりますが、吉田さんとも何度もこのテレビ電話を通じて、あるいは直接お目にかかることもありまして、本当にこの事故の収束に向けて頑張ってくれたわけでございますから、何よりもこの第2ステップが終わったということ喜んでおられるに違いはありません。吉田所長の一日も早いご回復、病気からのご回復を合わせて願う次第でございます。本当に皆様方ありがとうございました。そして本当にまだまだ解決しなきゃならない問題はありますから、一緒になってこの問題を解決していきましょう。私から以上でございます。ありがとうございました。はい、海江田元大臣、誠にありがとうございました。続きまして、園田大臣政務官からもご挨拶をお願いいたしたいと思います。お疲れ様でございます。統合対策室本日で、終了と解散という形になったわけでございますけれども、まさしく多くの皆さん方のお力添え、力を結集をしていただいて、今日を迎えることができたというふうに私も思っております。心から心から感謝を申し上げたいと存じます。とりわけ福島第一原子力発電所の現場で働いていらっしゃった皆様方には、私もこのテレビ画面を通じましてではありましたけれども、何度も何度も心からご安全にという言葉を心を込めて申し上げてきたつもりでございます。そういった中で今海田前大臣からもお話がありましたけれども、吉田前所長の現場を一番とする強い気持ち、そして作業員の安全をしっかりと守っていく、その強い使命感と責任感、私は大変心に打たれた次第でございます。そういった面では次の高橋所長がその思いを引き継いでいただいて、これからも長い長い工程にはなるかと存じますけれども、
現場の作業員の安全を旨として、これからも取り組んでいただけることを心から記念をするものでございます。何はともあれ今日を迎えられてましたことを心から皆様方に、全ての皆様方に私からも感謝と御礼を申し上げる次第でございます。そして今後の長い長い中長期の対策、これは皆様方とともに私たちもあるんだと、現場の皆さん方とともに気持ちも一緒になって取り組んでいく、そして必ずやこの事故からの立ち上がっていった復旧と復興をしたということを全世界に対してもお示しをできることを、日が一日も早く来ることを私も願ってやまない形でございます。どうぞこれからも共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ただいま政府の原子力災害対策本部からのご報告並びに細野大臣ほかご挨拶をいただいたわけですけれども、私ども勝又よりご挨拶をさせていただきます。会長の勝又でございます。東京電力を代表いたしまして、一言お詫びと御礼を申し上げたいと存じます。まずは、福島第一原子力発電所の事故によりまして、福島県の皆様方をはじめといたしまして、社会に広く大変なご心配ご迷惑をおかけしましたこと、心からお詫び申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。ただいま細野大臣、海江田元大臣、園田政務官からお話をいただきました通り、本日政府から福島第一原子力発電所の循環注水冷却システムの中期的安全が確保されていることにつきまして、ご確認いただき、ステップ2の目標を達成し、事故を収束することができました。これはご支援ご指導を賜りました大臣政務官をはじめ政府関係者の皆様、福島県の皆様、内外の企業の皆様の皆様のご尽力、そして当社社員の絶え間ぬ奮闘のおかげと思います。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。この9ヶ月いずれの工事作業も高線量下で、かつ夏場の猛暑といった厳しい環境の中、防護服マスクをつけて大変な作業であったと思います。また前例のない作業を実施するにあたり、さまざまな分野の技術者が英知を結集することで数々の困難を乗り越えることができました。事故の収束安定状態の確保に向けて一丸となって努力していただいた全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。改めてよくやってくださったありがとうと御礼を申し上げます。本日をもちまして統合対策本部は解散となりますが、今後も一層気を引き締めて政府や関係各位のご指導とご協力を得て、燃料の取り出しや廃棄物の管理など中長期的課題にしっかりと対応してまいりたいと思います。皆さん引き続き安全第一でよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、今ご報告並びにご挨拶をいただいたわけですけれども、終了に先立ちまして、本日平成23年12月16日以降の当社における緊急時態勢につきまして、簡潔にご説明をさせていただきたいと思います。福島第一原子力発電所の事故に伴いまして3月15日に発足いたしました、この政府東京電力統合対策室はこの会議をもちまして廃止をいたします。今後につきましては原子力事業者防災業務計画に基づいた東京電力の緊急時対策本部において継続運営をいたします。緊急時対策本部の情報を共有する会議は当分の間18時より開始ということで実施してまいります。
引き続き気を緩めることなく緊張感を持って取り組んでいきたいと思います。以上をもちまして政府東京電力統合対策室全体会議を終了したいと思います。最後に大きな声でご安全にを唱和して終了したいと思います。ご安全に。ご安全に。